こんにちは、タケです。今回は適応障害の本当のリスクというちょっと衝撃的ですがとても重要な話をしていきます。あなたは適応障害の本当のリスクと聞いて何を思い浮かべましたか？適応障害の本当のリスク、再発を繰り返してしまうと就職が難しくなるとか、そういうことって思った方もいるんじゃないでしょうか。でも今回はそのようなことではなく、人生を10年20年単位で長期的に考えた本質的な内容をお話します。実は僕たちは人生を変える大切な分岐点に立っているんです。今回お話しする適応障害の本当のリスクは、病院の先生やカウンセラーの先生もその構造上僕たちにほとんど教えることはできないんです。そしてインターネットの情報でもここまで適応障害について深掘って考えることが難しいのでほとんど載っていません。だから今回お話しする適応障害の本当のリスクについて知らなくても、それは僕たちが悪いというわけではありません。でもこの本当のリスクについて理解しておかないと、やりたいことが分からずこのままでいいのかなとずっとモヤモヤしてしまう、職場に適応することができず5年10年といった期間で適応障害で悩んでしまう、信頼できる仲間ができずに孤独を感じる、どこの会社に行っても適応障害の経験をうまく説明できないと一人で苦しんでしまうかもしれません。実際に僕に相談に来てくださる方はこのように悩んでいた方がたくさんいらっしゃいます。でも安心してください。今回お話しする内容を理解して実践すれば、あなたが抱える悩みは最短最速で解決に向かいます。そして適応障害を経験したことがきっかけで自分を変えることができたから、適応障害になってよかった、自分のやりたいことが分かりました、この自分の経験を同じように悩む人の力になれるように伝えていきたいです、こんな風に思えるようになります。実際に今僕がお伝えしたことは、僕がサポートさせていただいた講座生さんやご相談を受けさせていただいた方から直接いただいたメッセージなんです。だからもしこの動画を見ているあなたが適応障害や長年抱えている本質的な悩みを解決することで自分を変えられたから適応障害になってよかった、この経験をもっと人の役に立てるように生かすことのできる自分になりたい、本当にやりたいことを見つけて朝起きることが待ち遠しくなるほど毎日やりがいを感じる自分になりたい、自分次第でどこまでも人生を変えられると理解して尊敬する人と関わったり周りの人にいい影響を与えて毎日感謝される自分になりたい、このように思っているなら今回もかなり貴重な話をします。ぜひ最後までご覧ください。それではスタートしていきます。はい、それでは早速本題に入っていきたいんですけれども、実は僕のチャンネルでは何度もお伝えしている内容なのですが、本当に大切なことなので今回改めてお話しますよ。もしかしたら今回僕がお伝えすることを聞いて、あーそんなこと、タケさんいつも言ってることですよね、私知ってるよ、中にはこんな風に思う方もいるかもしれません。でも覚えておいてください、知っているとやっているは天と地ほどの差があります。知っているから大丈夫、いいこと聞いたので終わるのではなく、実践を通してあなた自身変化を実感できるように、ここからぜひ集中してお聞きください。それでは結論をお伝えします。適応障害の本当のリスク、それは人生を変える二度ない成長の機会を逃すことです。いやいやどういうこと、適応障害が成長の機会なんて聞いたことないですよ。病院の先生やカウンセラーの先生は休んでいれば大丈夫、薬を飲んで様子を見ましょうって言ってくれましたよ。こんな風に思った方も多いと思います。ではこんな風に思ったあなたにお聞きします。あなたはなぜ適応障害になったんですか？どんな悩みに向き合って解決すれば、もし仮に次に同じような状況になった時に次は乗り越えられると思いますか？自分で考えてこんな対処をしたと思えるものはありますか？その対処をした結果あなたはどんな変化を実感しましたか？再発することが心配な気持ちはありますか？どうでしょうか？いきなりたくさんの質問してしまってすみません。でももし今僕がお話しした質問に一つでも答えられないものがあれば、あなたは適応障害の本当のリスクについて理解していない可能性があるんです。じゃあもし一つでも答えられなかったらどうすればいいのかということなんですけど、それは適応障害で悩んでいる今の自分の悩みに向き合うことが重要です。いや私は自分の悩みに向き合ってますと思うかもしれませんが、実は本質がずれている可能性があるんです。例えば適応障害になる原因として過労とか人間関係のストレスってよくありますよね。実は僕もそうでした。ですのでなぜ自分が適応障害になったのか、あなたもぼんやりでもいいのでぜひ言葉にしてみてください。例えばもしあなたが過労して限界になってしまったのであれば、どうやったら限界にならない自分になれると思いますか？このことを考えて取り組んでいく方が本質的な克服に
につながると思いませんか？職場の人とコミュニケーションをして業務の調整や休養を申し出れる自分になるとか、精神的にも体力的にも今の業務内容をこなせる自分になる勉強をするということも考えられますよね。あるいは全く同じ業務に取り組んでいるのに、むしろ生き生きとやりがいを感じて楽しんでいる人と自分は何が違っているのかな、どうすれば自分もそういう風に変化できるのか、ちょっと聞いてみようって改善することもできると思いませんか？その他、人間関係のストレスとか環境の変化に適応できないなども、実は同じように本質的な改善の方法ってたくさんあると思いませんか？スキルとしてストレスに対処する力を身につける、コミュニケーションを学ぶ、自分の気持ちを大切にする力を身につける、このような対処をすると少なくとも今現在よりは対処能力が身につきますよね。だから退屈だった仕事に意義を見出して毎日ワクワクしながら仕事をすることができます。上司に何回も怒られた、仕事がうまくいかないって時でさえも、これは今自分が挑戦成長している証だって自分で捉え方を変えることだってできます。どんな職場、仕事でも、どんな人と関わる場合であっても、自分がチームの中心人物になって毎日にやりがいを見出せる自分に変化することもできるんです。確かに適応障害の治療というと、一般的に世の中で考えられている休養や服薬、環境を変えるという方法は正しい方法だと思います。ただこれらの方法はもちろん治療には効果的ですが、愛にそれだけで十分と思って復帰することは本質的な克服にはつながらない場合もあります。実際に一度適応障害と言われた方は5年以内を目安に再発やうつ病などの他の精神疾患に移行するというデータもありますよね。そして何より、あなたの成長の機会を逃してしまうことにつながるので、長期的に考えると実はリスクなんじゃないかなって僕は考えています。僕はよく休養や服薬、環境を変えるという方法で適応障害の症状を治療することはもちろん重要なのですが、本質的に自分の悩みに向き合って克服することはその100倍重要ですっていつも動画の中でお伝えしています。そもそも確かに適応障害は劣気とした病気で治療が必要なものなのですが、適応障害になることが悪い状態であったり弱い人、治さないといけないものと安易に考えることには僕は懐疑的な考えを持っています。なぜなら僕たちは何かを頑張ったり人生を一生懸命生きようとすればするほど心理的にも肉体的にも感情的にも苦痛やストレスを伴うからです。そう、必ずしも順風満帆に進んでいることがいいとは僕は思わないんです。挫折にこそ価値があって魅力的な自分になる機会だと捉えることが大切だと思っています。だからあなたは人よりも一生懸命精一杯人生を生きているって思ってほしいです。誇りに思ってほしいです。僕も今でもうまくいかないことに直面した時ほどそう思うようにしています。適応障害は確かに病ですし、とても辛いと思います。でも適応障害になることが悪い、弱い、自分の中に問題があるって安易に考えることには懐疑的な思いがあります。適応障害になることを仮に物が故障したという状態に例えるのであれば、故障した物の状態を直さないといけないって考えることももちろん正しいと思うんですけど、故障した状態でも大丈夫、素敵なところもできることもたくさんある、じゃあこの状態でもいいと思えて今できることに一つ一つ取り組むことができれば、自然と適応障害や長年抱える悩みを解決することができると僕は考えています。僕はこのように今の自分でも大丈夫、できないことではなくてできることに目を向けて一つ一つ小さなことをやってみる、このような自分になること、何より自分自身で向き合って変化を実感することが適応障害を治療することよりも自然と本質的な克服につながりますし、よっぽど大切なことだと僕は考えています。じゃあどうしたら今の適応障害で悩んでいる自分でも大丈夫と思えると思いますか？適応障害になったのは精一杯人生を生きている証だと思えると思いますか？これイメージできない方もいると思うので今回改めてお伝えしますね。これはいろいろとお話しするよりも次のこの言葉だけぜひ覚えておいてください。それは泥なきところに蓮咲かずという言葉です。泥なきところに蓮咲かず。はい、皆さん覚えましたでしょうか？これどういう意味かというと、人生の泥に根を下ろしてこそ可能性を最大限発揮できるという意味です。ちょっとイメージしにくいですよね。簡単に言うと人生の困難の中でしか学べないことがあるということです。困難を経験すると僕たちがより深い内面と向き合うことができて、自分の思いもしなかった能力や自分のやりたいことや強みに気づくことができるってことなんです。この言葉すごい素敵だな、皆さんに伝えたいなって思ったんですよね。皆さんはハスの花見たことありますか？こんな花なんですけどめちゃくちゃ綺麗ですよね。ハスの花って綺麗な水ではなくて、むしろ泥水の養分を吸ってこそ大輪の花が咲くそうなんです。仏教において特別で神聖な花って言われているそうです。釈迦は
その姿から泥があればこそ、そこから立ち上がった後には清らかな大輪の花があるのだと説いたそうです。勘のいい皆さんは僕が何を伝えたいのか気づきましたよね。そう、つまり適応障害という深い困難を経験しているからこそ、僕たちは本当にやりたかったことに気づいたり、新しい挑戦に踏み出すきっかけになったり、関わる人に勇気を届けることができたり、もっと魅力的な自分に成長することができるということです。これだけは絶対に覚えておいてください。でもほとんどの人は泥が悪いものだとかいけないものって思って避けたり、なくそうとしたり、目をそらしたり、そのままにしてしまうんです。だから自分の人生を深く味わったり理解することができないから、本当の自分の気持ちを隠したり抑え込んだりして、なんとなく時間を過ごすことになるんです。その結果、本当の自分って何なんだろうって分からなくなってしまうんです。でもこの動画をここまで見て学んでいる皆さんは違うと思います。間違いなく今できることに向き合って行動されていると思います。だから自分に向き合うっていうのは、適応障害やうまくいかない時間、苦痛から何を学んでどんな成長をするのか、行動を通して僕たち自身で実感することなんです。そうするとストレスや困難、苦痛、挫折に対する捉え方が変わっていきます。この経験は苦しいけど、必ず自分にとって意義があるんだって思えるようになります。なので皆さん、これだけは覚えておいてください。適応障害の本当のリスクとは、それは人生を変える二度ない成長の機会を逃すことです。でもこのことは誰にも教えてもらうことはできません。なぜなら今世の中にある支援は、休養、服薬、環境を変えるといった適応障害の症状を治療するというところまでしか対応ができない構造になっているからです。だからこそ自分で気づいて本当の悩みに対処することが重要になってきます。でもここまで動画を見ている皆さんなら絶対に大丈夫です。なぜなら蓮の花が泥の中でしか綺麗な花を咲かせないように、適応障害という深い困難や挫折や苦痛を経験している僕たちだからこそ、本当の内面に向き合って自分のやりたいことは何なのか、どうやったら実現することができるのか、本気で考えて行動することができます。ストレスや不安に対処する力を身につけて、どんな職場や環境であっても自分でやりがいを見出して毎日過ごすことができます。自分が苦しんで悩んだからこそ、次は自分と同じように悩んでいる人の助けや希望になることができます。こんな風に本質的に変化や成長を遂げることができるからです。今目の前の悩みに向き合うということは一見難しく聞こえるかもしれませんが、10年20年と人生を長期的に考えると、一つまた一つと新しい体験をしたり、スキルを習得したり、自分の目標が見つかって、毎日の過ごし方が変わったり、一緒に過ごす人が変わったり、意味のある変化があることはあなたならきっとわかると思います。だから適応障害の本当のリスクは、長期的に考えると人生を変える二度ない成長の機会を逃すことです。でもこのことを知ったあなたは、必ず適応障害という経験を通して自分を成長させて、もっと魅力的な自分になることができます。僕はそう信じています。あなたに会えてよかった、また会いたい、もっとあなたの話を聞きたい、こんな風に言ってもらえるように必ずなります。だからあなたなら絶対に大丈夫です。あなたのペースでいいと思います。一つ一つ知らないことを知ったり、技術を身につけて一緒になりたい自分を実現していきましょう。僕はいつでも心からあなたのことを応援しています。最後まで動画をご覧いただいて本当にありがとうございます。それでは最後に一つ重要なお知らせです。こちらの公式 LINE では、3年以上行動することができず悩みを抱えて適応障害になった僕が、どのように心の悩みを克服してきたのか、どうすれば本当の問題を解決して自分を変えることができるのか、1000名以上の方が学び、僕の全てを詰め込んだ LINE 限定特別講座を期間限定で配信しています。心の技術は特に変化が早く、答えのない現代ではどんな人にとっても重要な力になると僕は考えています。心が弱い、行動できない、継続できないという悩みを解決して、なりたい自分を実現したいと思われる方は、ぜひこの動画の下の概要欄から僕の公式 LINE を友達追加して、今のうちに豪華無料特典を受け取っておいてください。適応障害で悩んでいる方はもちろん、やりたいことがないキャリアで悩んでいる、自分が大嫌いと悩んでいる方にも絶対に役に立つおすすめの内容です。ということで、最後まで動画をご覧いただいて本当にありがとうございます。これからも適応障害や心の悩みを本質的に克服するという経験を通して、仕事、人間関係、恋愛、ビジネスに至るまでの悩みの解決、役に立つ心の知識をどこよりも分かりやすく配信していきますので、そういった動画をこれからも見逃したくない方は、今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画が少しでもためになったよという方は励みになりますので、コメント欄に感想や高評価で教えていただけると本当に嬉しいです。それでは今回もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。